で、下レーンのタンク枠でいきたいと思います。僕学習持ちますんで、安心してください。僕学習持ちますよ。コダックで、学習タンク枠の可能性があるんじゃないかというところでございます。で、意外とレーンのラストヒットとかも強いので、ちょっと、フーパーをタンク枠で採用するような持ち物ですね。こだわりと、お香みたいな、こういう持ち物でね、行ってみようかなというふうに思います。はい、素晴らしいですね。学習でいきますよ。こわこわ。かわいいコダック見してやるか。学習でどれだけバリューが出るかというのがね、大事ですからね。さあ皆さんよろしくお願いします。こだわりお香でいきましょうか。あ、かわいいコダック。コダックかわいいね。やばいこれ、マジで。みんな誰かコダックのシールもうつけてる人いる？ね、さすがにいないか。はい、じゃあコダック白髪ニンフィアラプラスストライク、相手はコダックブラッキーマスカーニャグレイシアルカリオということになってます。皆さんよろしくお願いします。コダックの強さを見せてやるぜ。じゃあまずは下レーン、レーン戦がかなり強かったんですよね。じゃあまずは念力ピュッ、強い、割と CC 強い、長いんだよね、しかもスタンあるし。で、ラストヒットの取り方なんだけど、多分ね、あの、念力飛ばしてから尻尾を振りにしようと思ったんだけど、今、レベル層が3で覚えるから別に。え、相手あれ覚えるの早くね？頭痛、パッシブ覚えるの早いな。うわ、湧いた。割と強い。いや、痛い。ピュッ。いや、これ強いね。割と強いまである。よし、じゃあちょっと念力あるんだけど、ちょっとこっちに、ここだ。いや、お互いスタン入っちゃって、いけ、マスカーでやれ、任せろ、長いよ、ピュッ。うわー、届かんかった、グレイシャー来た、グレイシャー、待て、あ、でもナイス、はい、アイスターン、脱帽温存できたの、熱、脱帽温存熱いね。僕たちは上押しだから、一旦下はわちゃわちゃしてこう、波乗りでいこうか、まずは波乗りでいこう、まずは。かわいすぎる、かわいすぎる。あんまり波乗り乗りすぎると良くないことに気づいたかもしれん。いやわわわ、それパッシブ発動した瞬間さ、ちょっと無敵っぽくなるの強くね？ちょっと無敵っぽくなるの強くね？なんか発動した瞬間。おい、遊んでるんじゃねえよ、おい、待て、うーん。おい、さて遊んでるな、その波乗りで。可愛いからってよ。お、猫、お、待て、痛い、うわ、このパッシブ強い、普通に。やばい、入れられた、波乗り出すぎー、波乗り出すぎー。え、強っ、お、待って、これ波乗り強いな。この波乗り2連続で打てんの、1回目が必ず減速入ってるから割と強いな、やっぱり。ナイスチーム、これをこっちに寄せてからどんどん、あ、そうか、減速何回も入るのが。金縛り覚えました。これで君はもうスキルが打てなくなっちゃうんじゃないのかい。金縛りのクール短いよ、こっち。金縛りです。どうなの？金縛ってんの？これさ、見た目であんま分からんっていうね。いや、多分相当やばいぞ、これ。スキル多分ないと思う、相手、全然。え、これ、グロい、もしかして。だいぶグロい説ある。今の相手、スキル、全然打ててないってことだよね。どうなんだろう。金縛りちょっとやばすぎる説ある。全然スキルなんか来なかったよ。しかもこいつ割と KO 取れるからレベル上がりやすい説もある。そのちょっとしたファームをできるっていうのはね、サポートで非常に優秀というか重要なところなんですよ。はいはい、金縛りして、多分今ないってことでしょ。でもう一回飛ばしてあげて、金縛り？おい、これスキルが足りないんじゃないの？
待って、ド忘れの後何もできない。これどうなってる。ちょ行きます。おら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 、こうでしょう。はい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 。で、まあ、これド忘れの後割と何もできないんか。ギャン。パッシブの後さ、なんか頭痛、なんていうのあれ、頭痛になってる間、頭痛ゲージが溜まって頭痛が終わった後って、もしかしてこれ何もできない。もしや何もできない。ちょ、悲しばりでどれぐらい響いてるのか知りたいな。少しの間スキルが打てない。何、そういうことか。待機。いやでもザパーン。ちょ、割とねチクチクダメージがねいい感じなのね。チク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 電線と、いやこの、いやこの波乗り、いや波乗りいいねマジで。え、全然新速打ててるけど、あの人、あれあの人全然新速打ててるけど、どういうこと、わかんない。どれぐらい、どれぐらいだ、ビビ、え、打ててるけど、ビー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 、やばいやばい。あー待って、そのテレキでグロい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 、やめて。うえー、こうでしょう。やば、強い、待って、しかも待って、わかんない、わかんないけどこれ強い。ゲ、うわ待って、強い強い強い、ゲージ溜めた波乗りやばい。これゲージ溜めた波乗り結構やばめ。そう、技のクールが長くなるんだけど意外と技が出てたりするね。お、やめろやめろ、待て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 、待て待て、なんかあいつレベル高くね、あの子だけレベル11とかあるんですけど、なんだあいつ。これスキル打ててないやつ、もしかしてユナイトクル一回クワーしちゃうか。これどう、はい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 、はい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 、強い強い強い、あやばい、惜しい、いけるいける、なんか強い、なんか強いような気がする、なんか、なんか強くね、なんか慣れたらやれそうだったんだけど。てか波乗り即打ちマジで強いな。スタック貯めて即打ち、しかもユナイトかなり打てる、クールも短い、これ強いぞ。わっしゃい、しかもファームができる、できるできる、割といいダメージ出るんだよな。レベル上げやすいっていうのはね、いいこと。よし、俺についてこい、クエーン、クワ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 、やばい、ブラッキー1枚にそんなに人数を割いてたまるものか、やばい、クワー、ごめんなさいごめんなさい、やめてください。なんだと、やるのかやるのかやるの、あれ、あ、勝っちゃった、クワ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 、やばい、ごめんなさいごめんなさいごめん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 じゃんごめんじゃん、クワ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 、あれあれ、これ一応学習でいいんだよね、学習でいいよねこれね。火力が高いクワ、クワクワ、やばい痛い、でも僕、でも僕学習だからデスタイマーが早い。え、この時間にやられても全然まだまだいけるんじゃないこれ、正直、正直なお話、この時間にやられたとしても、この時間にやられたとてじゃないこれ、やばい、気をつけろ、これもう多分行った方がいいぞ、行かないとラッシュされちゃう、クワー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 、止めろ、グレイシアを止めろ、割と止まってるくね、ナイスナイス、いいよ、イエーイ、取り切りか、よし、取ると取ると取ると、ナイス、よく止めたよく止めたコダックよ。まあ割とタンク枠の可能性もちゃんとねあった。最後はクワー、お前はスキルを打てない、ビビビビビ、波乗り今4連発打てる、波乗り打てる、波乗り4連発打てる、誰か来い、来なかったー、え
待って、どういうこと？止まったけど今。ん？気のせいか。今ジャンプ台でなんかミスった？なんかミスった僕。波乗りトーン。一旦気のせいとしておこう。待って何で、やばい。この波乗り強いマジで。なんだろう強い。やばい。あ、頭痛終わりでキャンセルされる説。なるほど。諸説あり。激凛と同じか。そういうことか。なるほどね。それは諸説ある。ああ、チルタリスが強すぎる。いや、でもこれ、波乗り強いな。ちゃんとゲージ、なんか、思ってたよりゲージが溜まるわ。しかも、ゲージが溜まった時に波乗り4連続であったら、相手ほぼノックバックで動けてないでしょ？ほぼノックバックで動けてないから、これはね、これは強い。金縛りだけわからん。正直。金縛りは対面してみないとわかんないな。何秒ぐらいだろう？ 2、3秒かな？ 2、3秒とかなのかな？割と金縛り使った後すぐにスキル使ってる人もいたような気がする。え、初戦で学習持ってこれは割とダメか。学習タンク枠で8万ダメージ、諸説あります。1試合目でこれ、しかもまあそこまで難しい系の技ではない。波乗りがちょっと癖あるけど、え、でもねこれアタッカーじゃない感じはあるよ。やっぱりアタッカーだとやっぱ火力足りないけど、メイン DPS じゃないけど学習持ってこのバリューっていうのが多分重要なんだと思う。多分アタッカーにするともっとバリューを出さないといけないシーンとか、オブジェ触らないシーンとかが必要なんだけど、サステインもないしそれは向いてないから、マジでちゃんと学習枠かな。その学習メイジだと思うわ。その僕がよくやってる学習エンチャンターフーパーとか、その学習ミュウとか、そういう類だと思う。多分サステインはあった方がいいから、下レーンのタンク枠にコダックが来るんじゃないかなっていうような感じがしますね。こだわりとおこもって同じビルドでやってみましょう。次の技は逆の技でいきますよ。先ほどは、念力波乗りを使いました。念力じゃない、バブル光線。次はバブル光線ですね。バブル光線とサイコキネシスでいきましょう。はい、でパッシブ今のうちに確認ですね。ダメージ受けると移動速度上がって、周囲の味方ポケモンのダメージ受けと続けージが増加する。なるほどね。よし、覚えた。はい、相手はドリカビバリイワパピカチュウ。よろしく。サポだからね、サポだし特殊攻撃だからレシオは割と低めではあると思います。はい、割と低めだとは思うんですけどね。はい、よろしくお願いします。バブル光線なので味方が攻撃してくれるキャラと相性はいいと思うんで、ミライドンとかのレーンは割と相性いいんじゃないかなと思います。あとレベル4で覚えるスキルがちょっと4レベルだと強すぎるので、レーンですね。こいつはとにかくレーンに組み込んだ方がいいと思います。こいつはマジで強いですね。てか念力のスタンがやばい。これ念力やばい。これよし、この辺でシュッて出せば、ほらダメ取れがそもそも強いんだよこれ。いいね、これを削って、これラインが4割だから、ほいね、取れなかったけど割とダメージは、おお発動しちゃった。ピュッピュッピュッ。いや割と強い。いいね、なんかハラスが強いわ。もうこれ持ってきてさ、はい、よし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 。いや僕レベル4になったら最強になっちゃうで。レベル4やったら最強になっちゃうでこれ。いやそっち行く時間ないね、行く時間ないね。残り9秒だったら間に合わないわ。これ行こう。バブル光線取っちゃうもんね。よし、じゃあちょっと、はい、バブル光線どうでしょう。割と削れが早い。それはなんだ、まあいや、ロームしてみよう。一旦コダックね、学習だからね、ロームしてみましょうか。あ、やばい、いないの、青いっちゃった。いけるか。どうもどうも。ヤジロンのね処理が割と早いではある。
レッツゴーしようぜ、レッツゴー。ドードリを潰しに行こうぜ、俺たち。ピュッ。ピュッ。割といいダメージ。バブル弾けたダメージ、割とグロいな。よし、下行こう、下行こう。隠れる、隠れる。来い、来い、来い、来い。行くぞ。ピュッ。割といいダメージ。なんか、バブルの威力が割と高いな。あー、クワー。クワーしちゃった、クワー。真ん中行くぞー。かわいい。バブル、みんなに当たるんかな。あ、あ、頭痛で何もできない。頭痛で何もできない。みんなに当たってるけど、みんなに当たってるけど。ファームが遅い。まあ、そりゃそうか。一応サポではあるからな。一応サポではあるからな。やば。下がガラ空きだぜ。行くぞ。サイコキネシスを取りました。なんか一点になってる残り。行くぞ。ドン。ピカチュウミュイーン。強い。これ強い。これ強いな。かわいい。この辺かな。いないわ。やばい、ドリが来た。怖い。ここか。ウィン。うわ強い。えぐっ。待ってこれ、こうでしょ。はい。いや合わさらなかった。やばい。割と僕エンゲージ強いぞこれ。いやこれ強いな。惜しい。ちょっと隅っこで当てたろうかみたいなとこあるよね。ちょっと隅っこで当ててやろうかみたいな話あるよな。リーフ入ってきた。どうだ、いけるか。やばやば。当てて。カビゴンが来た。クワー。やばい、眠ってる。でもウィン、カモンドードリュー。でもレベル7で、てかタンク枠でさ、レベル8ユライトって結構グロいんじゃないこれ。はい、えいへいへいへい。かわいいよ、子役ちゃん。やめろ、岩、危ね。やばい、岩場が怖い。岩場がドリいけるか。くやばい、バリが来る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 。やばい、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 やばい。止めろー。取れてる、取れてる。意外と何もできない時間帯割と多い。あっち行け、バリアード。ペチペチ、ペチペチ。ちょっと波乗りが欲しいみたいなとこある。オーラ、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 ちょっと波乗りが欲しいみたいな話ある。ウィーン、ポン、おい。いや、待って。サイコキネシスと波乗りの組み合わせも強くね。ちょっとバブルはね、これあれだわ。ADC がいないとって感じだな。ADC いたらバブル強いけど、ADC がいないとね、ちょっとバブルの単品の性能としては、もう少し欲しいかもってなっちゃう。逆に ADC いたらめちゃめちゃバリュー出るかもしれん、これ。泡置いとこう。泡置き泡ができないんだよな。こっちなんだよね。ナイス。お、行くよ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 。エンゲージ。わあ当たんね。くそー。ちょっとさっきの波乗りがやっぱ強い、優秀だったか。カビゴンに当てたけど状態上効かない。ウィーン。動かねえ、こいつ重すぎ、ね、重すぎて動かないんだけど。いいよ、入れちゃってどうぞ。は、待って、威力が高い。そもそもムム。ヘルプヘルプヘルプ。いけ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 。ここだ。ウィーン。待って、威力高い。そもそもの威力が高い。おやおやおや。これさ、ワンチャンマジでバブルサイキネあるんじゃね。サイキネ自体はマジで強いよ、これ。サイキネは本当に強いと思う。ウィーン。あああくびで眠って飛んでいった。戻ってきた。強っ。え、悪いことしちゃおっか。悪いこと、あー、クワどうよ。悪いことしちゃうクワ。悪いことしちゃうクワクワ。やばい、悪いことされちゃうか。テレッテッテーン。ブーン。割と強いんじゃないのこれ。はい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 。危ないときは足元置いて。バブルついた、バブルついた、バブルついた、バブルついた。いけ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 。いやー、サイキネが強いぞこれ。泡もね、火力高い普通に。おや、泡を爆発させろ。泡を爆発しろ。泡の使い方をチーム全体で覚えればみたいな話ある。
やばい。待って、頭痛解けるタイミングってあれ守りなの？今守り出てなかった？ゲージが消えた瞬間、頭痛ゲージが終わる瞬間、あれ守りって書いてたと、今気のせいか、見間違いじゃなければ無敵ってこと？いかつい。無敵ってさ強いんじゃないの、このゲーム。どのゲームでもそうか。無敵って無敵はさ、さすがに強いではあるよね。よし、一旦下取るか。一旦上にバリアードいるしな。うん、行くぜ。ここだ。ギャー、いやバレスめ、許さないぞ。怒ったくわ。来たよ、ウィーン。はいはい、泡ついてるよ、泡ついてるよ、泡ついてるよ。へい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 、くわー、攻めれない、やばいやばい、攻めれない攻めれない、戻ってこい、ピールしてやろう、ウィーン。やばい、よし帰ろう帰ろうから、やばい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 、一旦戻るぜ。よしよし、俺たちにはリーフィアがいる、ちらよしよしよし、ここから行こう、こう後ろから岩場来てる、後ろから岩場来てる、なんだなんだなんだ、怪しい、なんて怪しいんだ、なんだなんだなんだ、めちゃ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 後ろから来てる、なんだ、レッグザが触られてるわけでもない、やだ、カビはどっか行け。よし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 、なんかフロントにいっぱいいるぞ、大丈夫大丈夫、僕たちは強い、ドリメユナイト技を食らわせてやろう。よしよしよし、あっち行ったあっちで、カビこっち来い、ウィーン、いいダメージ出るよ、次はお前だピカチュウ。やだこれバリアード、やだこれやだこれバリアード、いやなんかもみくちゃになってるけど、割といいダメージも出てそうな雰囲気。一旦バリアードやらないといけないか。はい、カビゴン、おいでよ。何、やれないやれないやれない、待って、バリちゃんバリちゃんやめて、バリいった、いな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 い、死ぬ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 、よし一回リコール、まだ触ってないぞ。ん、いや触ってない、割といいファイトをしている。再起ね、一発決め、なんかジャンプ台できない、バグってるバグってる、ねえ頭痛か、頭痛かなんかでジャンプ台がバグった、たまたまいいタイミングだね、寄せてあげて、逆に、よし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 、行くぞ、攻めるぞ、いけいけいけ、敵がどこにいるか分からんけど、うおー、ブッシュ、フェイスチェックフェイスチェック、いけいけ、よし僕がエンゲージしてやる、ドリかピカを捕まえる、任せろ、ここ捕まえれない、これはもうやるしかないか、やるしかないかクリニック、やるしかないかクリニックか、いいのか、行くぞ、委員長コダック、こめー、委員長、これがコダックよ、タンク枠なのにダメでも出ちゃうってわけ、いいの、くわー、ありがとう、見よ、これがコダック、ユナイト技がね、あれだな、相手のダメージをこう減らすみたいな技だからちょっと実感しづらかったけど、サイコキネシスは強いな、波乗りサイキネも見たい、確かに、うわー、コダックちょっと面白いポケモンになってきました、ということでちょっと参加型でね、うわこっちも7万出てるわ、うわー火力やばいね、だいぶ好きそう、これはね研究しがいがありますね、ということで、はい、本日はコダック実装ということで、両技セットを試させていただきました。参加方、来てくださってありがとうございました。ちょっと今日この後ねちょっと休養がありますので、一旦この2セットまでになります。明日の配信ではね、コダックずっと使ってランク潜りたいと思いますんで、よかったらまたチャンネル登録して高評価をして見に来てください。ありがとうございました、バイバーイ。